さあ、まさとチャンネル始まりました。来たね、ついに。はい。世紀の大一番の日がやってきましたよ。今日は4月9日です。今ですね。はい。埼玉スーパーアリーナに向かっています。GGG VS 村田。おー。来ましたよ。来ましたね。世界ミドル級の統一戦ですよ。ビッグマッチ、ビッグマッチ来ましたよ。これね、昨日計量あったけど、はい、コロフキンすごい体してたね。バッキバキでしたね。バッキバキだったね。なんか減量苦しんでとかいろんなそんな話聞いてたけどさ、はい、ああいうね、昨日ちょうど40歳になったんだよね。双子の兄弟もいたのか、双子なのかな、兄弟揃って40だったっつって。へえ、10歳であの体やばかったね。なんかこうさ、俺もウエイトトレーニングとかやっててさ、こう軽いもの、軽い重さと重りと思ってて、はい、体作った場合ってちょっとね、体が柔らかいスカッとした感じになって、だけど重い重りを持って体を作ると筋肉がね、ギュッと締まってね、なんか詰まったような体になるわけ。へー。で、昨日のゴロフキンの体見て、はい、うわ詰まってんなーって感じたんだよね。これはパワーあるな、うん、あるんだろうなっていう体だったね、うんうん。まあ、ただね、まあ実際ボクシングの試合体でするわけじゃないから、まあそれだけではね、なんとも言えないけど、うん、ただね、調子は良さそうだったね。対するね、村田、またもね、今回の試合にかける意気込みは相当あるでしょう。2年4ヶ月ぶりでしたっけ。2年4ヶ月ぶりでね、本当は12月の29日だっけ。そうですね、去年の12月29日、ね、12月29日に予定されてたけど、はい、コロナでね、延期になって。でもこう、逆になんかこういろんな記事見てたらさ、はい、12月29日にやっていたとしたらまだちょっと調整が足りなかったみたいな感じで言ってんだよね。あ、そうなんすね、うん。そうするとまだこうスパーリングの回数とかが足りなくて、うんうん、ちょうどその前にスパーパートナーが2人くらい外国から呼んでやってたけど、逆に伸びてくれたおかげでスパーリングが今回試合に向けて400ラウンドやったっていうからね。400ラウンドはすごいよ。このミドル級で、うん、普通大体世界戦だったら普通ボクサー100から200ラウンドなのに、多くても200くらいなのに、はい、それが今回400だから、うわ、まあ、この伸びたおかげで、はい、その時のスパーリングパートナー2人だったかな、うんうん、確か2人がこう帰らずに日本にいることができたんだよ、はい、まあ、それもすごい交渉したらしいんだけど、うんうんうん、ビザとかそういうことも、それでまあ OK が出て、この4月までそのパートナーがずっといたから、おー、だからずっとスパーリングできてすごい調子がいいっていう風にニュースで出てたよね。うん、ここもやっぱりこうさ、TK の会長、本田会長とかの相当こう、はい、いろんな意味で、まあお金ももちろんそうだしさ、うん、まあ、こういろんな交渉とかもすごい力使ってくれたんだろうね、この一戦に向けて。だからコメントでやっぱりこうすごい感謝のコメントがあるもんね、村田選手のさ。あ、そうですね、会長とかいろいろ周りの人に対する今回の試合を決めてくれたことに対する、うん、だからね、本当にこの大一番すごい気持ちを、すごい気持ちがこもっていると思うね。試合でファイトマネー出てたけどさ、はい、ゴロフキンが15億円、村田6億円って出てるよ。でファイトマネー以外の経費、ゴロフキン一行の旅費、滞在費4000万、すごいね。すごいですね。でもあれじゃない、日本人のファイトマネー6億円って史上最高じゃない。うん、ね、歴史に残るこうビッグマッチだからね。どんな試合にでも正人さん的にはなると思います。まあ、でもさ、もう作戦とかまだいろんな記事見てるとさ、もう1ラウンドから行くって言ってるよね。うん、前半勝負だっていう、うん、前半こうボディを打って相手にダメージを与えていくことができればみたいなこと書いてあるよね。うん、多分1ラウンドから仕掛けに行くでしょう。
いよいよ着きましたよ。おお、俺初めてだよこの階段登るの。スーパーアリーナですか。いや、いつも関係者ですから入るから。なるほど。あ、こうやって入るのね。一般の方の感気持ちが。お名前、ご住所、お電話番号の記載をお願いいたします。じゃあ、ゆきちゃん、正規の一戦見届けに行ってきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。すごかった。すごかった。この試合はすごかった。まずね、はい、いやまず村田選手お疲れ様っていうね、すっごい頑張ったと思うよ。うんうん、前半ねボディ確実に効いてた。左とかですよね。左のボディもう1ラウンド2ラウンドくらいから、あ、確実に嫌がってるなっていうね、そんな感じはあったんだよね。でこのままこのまま行くんじゃねみたいな、そんな空気感あったんだけど、何ラウンドだったかな、なんかこう毎回ラウンドの後半は村田が取る感じ、うん、押し返すみたいな、うん、ラウンド始まった直後ゴロフキンがバーッと出るんだよね。でもやっぱ7ラウンドぐらいでこう一気にゴロフキン出たんだよね、前に、はい、前に出て、それまでこうお互い前に出てインファイトインファイトしてたんだけど、ちょっとゴロフキンが距離取り始めてアウトボクシングし始めたんだよね、はい、そこら辺でこうアウトボクシングしながらこうパンチ当てていって、そこら辺から一気にこう流れがゴロフキンペースに変わっていったかなって感じして、でそこから最後何ラウンドだっけ、9ラウンド9ラウンドの2分11秒です。そうだよね、もう7、8回目とかもこれかなりきついんだろうなと思いながら見てたんだけど、すごいもう諦めちゃうかなと思う場面何回かあったんだけど、そこでも諦めずにこう まだ前に出るとっていうくらいな、うん、すごい頑張ってるなっていう感じして、まあ、9ラウンドもね本当倒れる前も攻められてたじゃない。攻められてたけど、でも攻め返したよね、はい、最後倒れるまで、はい、なんかあそこでなんかこう、いやとにかく興奮したし、あの村田の頑張りにも感動したし、いや相当パンチはめちゃくちゃあるからさ、うん、もう序盤から話ちょっと話とか出てたけど、はい、いや相当打ち合ったよ、うん、何発あのパンチもらったか分かんないぐらいの、まあでもいやすごい試合だった、うん、なかなか近年稀に見るすごい試合だったんじゃないかなっていうふうにね思ったね、うん、テレビで見ててもちょっともう何ていうんですか、息がつけないというか、いやマジでずっと力入ってたもん、すごい人の試合見てこんな疲れたの初めてぐらい疲れたね、うん、村田選手はでも左のボディ右のボディ、うん、かなりそこで攻めてたから、かなり攻めてた、もう作戦通りだったよね、前半ボディで攻めていって後半落ちたところでっていうね、いやでも確実に落ちてた、うんうん、だけどやっぱりねゴロフキン40歳になったけど、まああれも、まあ、2人とも怪物同士の戦いなんじゃないの、ゴロフキンもやっぱりものすごい男だし、うん、なんか左手が生き物のようで、そういう表現がいいとか、あの左フックね、はい、そう後半そう8ラウンドから9ラウンド強だよね、はい、9ラウンド、8ラウンドからねこのね左の隙間を縫ってこっから左フックが何発も入るようになったのね、でそこからもうゴロフキン、あ入るなここ入るなってもう穴見つけたんだよね、そこからもうそこに狙い絞ってもう左フック何発も打ったもんね、
かそこら辺のさ、これ入るなって見つけた時の見つけるうまさと、その見つけた時の詰め方の詰め方、うん、これがやっぱ一流なんだよね、きっとね、と思ったね。コージ見ててどうだったよ。いやー今日ね、コージと一緒に観察した。あ、そうっす。うん、なんかめちゃくちゃ肩に力入ってめちゃくちゃ疲れました。疲れた。でもあのゴロフキン前半でもうあかんかな思ったんですけど、あっこで巻き返すのがほんまにすごいなと思って、だいぶボディ効いてたと思うんですけど、ゴロフキンの凄さにもびっくりしました。いやー、やっぱり感動したよな。感動しました。すげー頑張ってたよな。根性がすごいですね。根性すごいよな。あれ、もうちょっと早く諦めても、普通だったら諦めてもおかしくないくらい打たれたよな。そうですね。ダメージもすごかった。そっから盛り返したもんね。あれはすごかったよ。なんかもうやっぱ2年何ヶ月かこの試合が延期になったわけじゃない、はい、そこの我慢してきた全てのパワーをあそこで出したって感じしたね。この一戦に向けて今まで準備してたものがしてたから、このピンチで普通だったら諦めるんだけど、やってきたことがこうあるから諦めなかったんだよね。最後はね、倒れてタオル投げたんだよね、確か。そうです、タオルが投げ込まれました。でもあれはもう、俺あのタオルはもう、まあもちろん正解だよね、うん、もうなんかダメージ、多分ダメージあるもんね。よろついてましたね、最後に。いや俺もうちょい前で投げるかなと思ったんだけど、でもあそこを投げないタイミングっていうのもまたプロのセコンド陣なのかなとも思ったね。なるほど、うん、俺だったら投げちゃってたと思うよ、多分。あ、うん、村田くんとはまあね、まあ、大学生の頃にスパーリングで知り合って、そこからこうね、全日本チャンピオン、最初多分会った時もしかしたら全日本チャンピオンじゃなかったかもしれないんだよね、うん、その後全日本チャンピオンになってオリンピックでね、で金メダル取って、その後に学生の頃はプロには行かないって言ってたの俺に、僕はプロには絶対行きませんっていう風に言ってたんだけど、いや、やっぱプロの世界は厳しいですかって自分で言ってたのね、その頃。でもそれがね、プロの世界に行ってプロで世界チャンピオンになってね、でスーパーチャンピオンにもなって、それでまあゴロフキンとね、もう世界最強と言われてるね、ミドル級最強の男と戦うことになってね、もう一歩ってとこまで追い詰めたからね、うん、いや、まあ、これからどうしていくかちょっと分かんないけど、まあ、とにかくまあお疲れ様という感じでしたね。お疲れ様だし本当に感動しました。最後さ、試合が終わってこう、いや、なんかこう、もう感動したから、はい、すごい頑張りに対してこう声かけたかったのね。でもなんかこう、まあ、すぐ柵のさ内側まですぐだったから、はい、ちょっと歩けば いけるなと思って、どうしようかなと思ったのね。でなんかこう すごい感動、頑張りを見て感動したってことを伝えたくて、だけどここで行くのもちょっと出しゃばりっぽいかなみたいな思ったんだけど、でもなんかこう行かない後悔より行った後の後悔がいいなと思って、ちょっと俺は伝えに行ったんだけど、一瞬目があって、うん、お疲れ様っていうことを伝えたんだけど、うん、まあ伝えたかったんだよね。ということでですね、今日はですね、村田 VS ゴロフキンの試合を生で見てきて、こうね、今すぐまだ興奮冷めやらぬ状態で感想をちょっと話をしましたけど。